こんにちは、みやこです。今日も動画をご覧くださりありがとうございます。寒い日が続きますね。今日は飲むと体が温まるインドのマサラティーを作ります。簡単にできますので、ぜひ試してみてください。これから作るお茶はマサラチャイと言います。マサラというのはスパイスの入っているお茶のことで、チャイはミルクティーのことです。つまりスパイスの入ったミルクティーということです。正式な名前はマサラチャイですが、今ではマサラを落としてチャイというだけでもスパイスの入ったミルクティーのことを指します。マサラチャイのレシピでは水3に対してミルクが5の割合で入っています。もう一つ少しややこしいのがチャイラテというものですが、こちらは水とミルクが1対1の割合で入っています。こちらが材料です。まず紅茶はお好みのものを使ってください。これはルイボスティーです。私はカフェインフリーの時にこのルイボスティーを使います。ルーズリーフでもこのようなティーバッグを使っても OK です。これはカフェインが入っている紅茶です。ミルクはこのような牛乳でもいいし、フラックスミルク、ソイミルク、その他アーモンドミルクなどいろいろありますが、好きなものを使ってください。スイートナーも同様で、メープルシロップや蜂蜜、このような黒蜜、そして普通の砂糖でも構いません。こちらがスパイスです。カルダモン、シナモン、これは乾いた生姜です。こちらがクローブ、そして黒ペッパー、これらをこのようなティーバッグに入れます。ティーバッグがない場合はこのようなものを使っても OK です。それでは作ってみましょう。こちらができたティーバッグです。この中にはルイボスティー小さじ4杯、カルダモン10粒または小さじ1/4、シナモンスティック1、クローブ6個、ブラックペッパー10粒、ジンジャー1/4、小さじ1/4以上が入っています。それではこれを煮出していきます。まずお鍋に 300ml の水を入れて沸騰させます。水が沸いたらティーバッグを入れて煮立てます。5分ぐらい煮るとこれくらいになります。ストレートで飲みたい場合はこれでマグカップ1杯分ぐらいあります。ティーバッグを取り出します。ここにお好みのミルク 350ml を加えて温めます。この時ミルクが沸騰しないように気をつけてください。ミルクが温まったら火を止めて出来上がりです。
好みでスイートナーを加えていただきます。スパイスのいい香りがします。スイートナーは種類も分量もお好みで入れてください。甘いものといただくときはスイートナーなしでもいいと思います。それでは熱いうちにどうぞ。レシピは概要欄に載せてありますのでご覧ください。マサラチャイで寒さを乗り切りましょう。この番組ではアメリカ在住30年以上になる私が住むフレデリックでの生活や活動の様子を紹介しています。これまでの動画ではフレデリックの街の様子、訪れたレストランやマーケット、飼い猫や家の周りの様子、お気に入りのレシピなどをアップしています。またピアノとヨガを教えていることからピアノ曲の動画やヨガ、健康に関する動画も出しています。今後はこれらに加えて私の趣味やお気に入りの映画や本、音楽などについてもお届けしていく予定です。お楽しみに。今日も最後までご視聴くださりありがとうございました。今日の動画が面白かった、または少しでもお役に立てたら高評価ボタンを押していただけると励みになりますのでよろしくお願いします。チャンネル登録もしていただけるととても嬉しいです。ご感想、ご質問などもどうぞお気軽にコメント欄へお寄せください。お待ちしています。それではまた次の動画でお会いしましょう。みやこでした。